はい、おはようございます。ペンチ満載の苦手さよならペンチのうんぬんかんぬんをやっていきたいと思います。今日もリクエストの文字で、祖先の祖ですね、5年生の常用漢字だと思います。はい、それではですね、説明をしていきます。まず大事なことは、ここの右肩下がりにギューッと押さえた点の終わりの位置とここの位置を揃えるってことですね。いいですか。だいたいこれの中央に書きがちなんですけど、それだと普通ですので、パソコンのフォントじゃないのでここずらしてください。ギュッと押さえて、ここ右上がりですね、結構きつめの右上がりで、ここポイントなんですけど、このままピッと行っちゃってもいいんですけど、行ってまた同じ道を通るような感じでこう行くと、ここが鋭角になってかっこよくなります。で、ここよりも少し出してください。なのでこいつは控えめにしといた方がいいですね。スタート位置を右上がり、同じ道を通ってこうですかね。で、ここまっすぐ行きます。で、ここですかね。ここに書きたくなっちゃう人いるんですけど、ここじゃなくて少し下ろしてくださいですかね。はい、で、こことここを避けて次のこれ、この字を書きますけど、高さとしてはここの最初の右上がりのこの到達点ぐらいの位置に、まあ、書いてもらえばいいかなと思います。一度押さえて、ここはまっすぐでいいかなと思います。一度押さえてまっすぐで、ここふっくら右上がりで、ここはあまりちぼめずに、さりげなく、なんとなくちぼまってるんですけど、あまりやりすぎないようにしてください。ほとんどまっすぐですね。少し左の方に斜めに書いてます。で、ここの3つの幅を揃えるように右上がりで書いていきます。で、ここを隙間開けると大人っぽいです。ここ最後閉じますね。長いふっくらですね、ただのふっくらです。上が膨らんだ線でしっかりここはみ出してくださいか、ね、で、まあここが避けポイントって書いてありますね。ぶつからないように避けてますね。はい、こんな感じでしょうか。それでは書いてみます。ギューッと右肩下がりに押さえて、次に向かって跳ねる。で、ここ右上がりでここを揃えるですね。で、ここ同じ道を少し微妙に通るようにやると鋭角になってかっこよくなります。で、一度押さえてまっすぐで、ここに書きたくなるけど、そうじゃなくて少し下ろしてここですかね。で、一度押さえてまっすぐ、ふっくら右上がりで、ここは少しだけ左に斜めで、右上がりで幅を揃えてください。で、最後ふっくらで閉じます。ふっくらで閉じると、こういう感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録もお願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。